そのことで君たちに仁平君から話があるそうだよ。えいやいや、ピンときてないけど、本人。ほいということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、次のクエストがね、どれかわからんかったけん、見てみたんやけど、多分、まあ、これブルポンのお願いっていうのが発生しとるのはま、知らんかったけど、これ、かなと、ミケッティオとの和解についてって書いてるし、で猫妖怪たちのアイデンティティ、ジンペイが猫妖怪たちをグラウンドに呼び出した。ミケッティオとの和解について彼らに説明しよう。グラウンドにいるゴロミたちに事情を説明しよう。プラチナ金薬人形やって、めっちゃ金になるやつ。はい、このクエストの目的地ナビを行います。あとのは何なんやろ？あれかな？ストーリーには関係ない感じかな？もう一個はなんか、エンラ先生やった。グラウンドにいるゴロミたちに事情を説明しよう。呼び出したはずやのに本人がおらんっていうね。グラウンドこっちやったっけ？どこっすかね？こっち？グラウンドにいるゴロミたち。あ、おったおったおった。ゴロミー。え、違う。奥の子と挨拶した、なんか。ああ。聞いたぞ。あたいたちに話があるんだってな。バケーラもブルポンも、もうすぐ来るってさ。で、どうすんだ？すぐにでも話を聞かせてくれんのか？うんうん。猫妖怪たちのアイデンティティ。ミケッティオに合体して欲しかったら自分たちにも活躍の場を用意しろと迫る3匹の猫妖怪たち。吹雪考案の覚醒変化武器を作るため、協力者のアワドノリアキに会いに未来科学クラブに行こう。未来科学クラブにいるアワドノリアキに会おう。未来科学クラブ。なんか聞いた名前な気がするけど、今までにも出たっけ？クエスト、猫妖怪たちのアイデンティティ発生調査を開始しよう。でも合体したらそれぞれの活躍とか別に一体何の用かな？何も見えんくない？仁平から話なんて珍しいど。そうなんすか？槍でも振らなきゃいいけどな。いやさ、雪とかでもなくミケッティオと仲良くなろうと思って。仲良くなって損はないはず。強いし。つうわけでお前ら合体しろ。いきなり。兄貴、そいつはさすがにデリカシーがなさすぎないかい？てか何？新しい武器ができる？なんかよくわかんねえけど、パーティーやろうぜミケッティオ！ここでミケッティオに話しかけて聞こえとんかな？おま、あたいたちにちゃんと許可をだな。あ、もうメダル入れたら勝手に吸引されていく感じ？あ、吸引される。許可とか関係ないんやね。このために集めたのか。はい、来たミケッティオ。ああ。よーしミケッティオ、俺と友達になろうぜ。急激に。何が友達になろうぜだ。なるか死ねえ。やっぱりこうなるのね。なあ、いい加減諦めて俺と友達になろうぜ。もっとね、バカなのか。友達になったらきっともっと頻繁に出てこれるよミケッティオ。なんで自分を殺そうとするやつと仲良くなりたがるんだ。殺そうとするから仲良くなったら、そりゃあお前といると楽しいからさ。一緒にいるとワクワクするんだよ。そっちなの？何？あ、中で反発しよるんやね。今日はいつにも増して暴れやがる。パーツどもって。姿が保てん。お、もう速攻で別れた。おいこら仁平、お前あたいたちをなんだと思ってんだ。ミケッティオさえいれば僕らはもういらないの？そんなことはないよ仁平、ひどいど。そんなによね。いやいや誰もそんなこと言ってないだろ。言ってなくてもそう見えるんだよ。そうだね、みんなそれぞれ強いけんね。今回ばかりは仁平君に非があるんじゃないかな。あたいたちは全猫妖怪連の代表として断固抗議する。全猫妖怪連とかいうのがあるの？全猫妖怪連ってそんなのあったっけ？確かに猫妖怪めっちゃ多いけどね。ほで知らねえ。ま、この Y 学園の中でも多いんかは知らんけど、とにかくあたいたちにミケッティオになれって言うんならな、あたいたちにもちゃんと活躍の場を用意しろ。最近扱いがひどいぞ。それは合体する前の段階で活躍の場を用意しろということかな。それは本当にそう思う。そうだどー。活躍って言ってもな、どうすりゃいいんだ。私一応その時その時で一番強いやつを使い寄るけど、ついにそしたらね、あれに挑む時が来たのかもしれないわ。以前から構想はあったものの、実現が困難と諦めていた高難度のクラフト。何？覚醒変化武器にね。あ、さっきクエストに書いとったやつや。なんだいそれは。まあ平たく説明すると、メダルを使ったクラフトね。メダルを使った。バケーラたちのメダルを使って強力な武器を作ろうってことよ。ほう。マジか。そんなんできるのか？簡単じゃないけど試してみる価値はあると思うわ。なるほど。強力な武器。確かにそれなら僕たちも活躍できそうだね。それはメダルとして活躍するってこと？賛成だと。どういうこと？決まりだな。え、何すりゃいいんだ？未来科学クラブの阿波戸則明先輩に会いに行きましょう。あ、まあとりあえずその人に会わないと話が前々から相談に乗ってもらってたの。進まんと。よし、待ってろお前ら。超すげえ武器にしてやっからな。うん、調子いいこと言ってんじゃねえ。お前は少し反省しろ。武器になって活躍するってことか。なるほどね。本体じゃなくていいんすか。バケーラたち相当怒ってたな。あれは仁平くんが悪いね。どこなんだね、未来科学クラブ。さっきも言ったけどデリカシーがなさすぎるよ。そうかな。俺ってそんなに尻がでかいかな。デカシリじゃなくてデリカシーだから。ここやね。あ、なるほど。あの双子の兄弟のところか。いや、話は聞いたよ。覚醒変化武器のクラフトに挑むんだね。僕も吹雪さんに相談されてから実験を続けてはいるんだけど、波の音量メダルでは武器化の最中に形状が不安定になっちゃって難しいんだ。もっと安定した存在じゃなきゃ。え、妖怪ゴロミ？ワンランク上の存在か。あれ、そういえばサンプルのメダルの中にそれっぽいのがあったような。よし、物は試しだ。君たちは素材を集めてきてくれるかな。え、大丈夫なんゴロミで。いや、まあ、本人がそう言いよんなら大丈夫なんかな。必要なのは、ピラミッドの秘密が11個。無限のピラミッドパワーが7個。ちゃんと言えたか？コロンブスの卵が6個。この3種類だ。もし手に入れる方法がわからないときは、一度も聞きに来てくれていいから。なかなか大変だと思うけど、よろしく。いやでもその辺のは多分レベル上げとかでゲットできているはず。あれか、話しかけてみればわかるのか。お願いしてた素材は集まった？見せてもらってもいいかな。はい、どうぞ。ありがとう。こっちもサンプルの中から妖怪物らしきメダルを見つけたんだ。確かに音量のメダルよりも安定してる。これならうまくいくかもしれない。音量のメダルよりも安定してる？ゴロミは音量ではないの。妖怪？やっぱ違うんか。何か。メダルが発生させる力場と素材を追加することで起こる反応。仮定の数式に当てはめて、こうかな？こうかな？イントネーションおかしかった。いや、最適解としてはこっちになるのか。よし、分かってきたぞ。ちょっと待ってて。何を言ってるのかが全くわからねえ。できた！君たちが集めてくれた素材を元にレシピを作ってみたんだ。あ、全部揃っとった。よかった。これで覚醒変化武器がいろいろと作れるはずだよ。ピラミッド系のとかはね、多分、私ピラミッドでもレベル上げしとるけんあったはずない。ただし、一つ注意してほしいことがある。素材として使用するメダルはレベル220以上のものじゃなきゃダメだ。ほう。低レベルのメダルを無理に使うと、負荷に耐えられず粉々になる恐れがある。いいね。約束だよ。じゃあまずは今ある素材を使って、黄昏のワンドを作ってみたらどうかな。レベル220以上のゴロミのメダルは、超クラス以上のミッション、先行のごとき早打ちで手に入るみたい。高レベルのメダルを手に入れて、覚醒変化武器のクラフトを試してみて。成功を祈ってるよ。バケバケもののけ大図鑑を手に入れた。何これ。これ、クラフトに使うやつってことな。覚醒変化武器とクラフト。覚醒変化武器とは、通常のアイテムメダルよりも強力な攻撃力やスキルを持った武器です。仁平くん！覚醒変化武器はレベルの高い召喚メダルを素材にしてクラフトすると手に入れることができます。作るのは大変ですが、強力なのでぜひ手に入れましょう。レベル220以上のゴロミ。で、えってか何あったんじゃなかったのメダル。ないのどういうことよ。どういうことよ。で、その、先行のごとき早打ちで手に入るんやろ超やっけ。でもそれもさ、私、バケーラ、ゴロミ、ブルポン、全部の、超クエスト、レベル上げで使ったと思うよね。あるのではないだろうか。ってことで、クラフトしに、宿舎に行きますか。行くですね。未来科学クラブならその場でクラフトさせろって感じよね。なんならゴロミのメダルって前なんかセットしとった気がする。今ちょっとね、セットしてるメダルも変えとんやけど、徐々にアメリカンとかセットしてるよ。さあ、いけますかね。装備クラフト。アイテムメダル？こっちか。これか？黄昏のワンド。え、黄昏のワンドってなんか、え？合ってるよね。ゴロミじゃないんや。ほら。ゴロミのメダル使うくせに。ほら、あったね。レベル229。ほっ。で、ゴロミのメダル使うのに、ゴロミじゃないんや、使うの。何それ。はい、じゃあ、作ります。黄昏のワンドを。敵を追う弾を撃つチャージ可能。レジェンダリー。さあ、いけますかね、これで。作ったよ。で、あ、未来科学クラブじゃなくてもうゴロミたちに直接見せる感じこれ。よし。自分のメダルを使ってさ、ブルポンの武器が作られるってなんかちょっとショックじゃない？そうでもない？よし。そうでもない。よし、飛ぼう。まあ、ブルポンの武器っていうか、ブルームーン。さあ、これで、どっちから行っても一緒かな。なんかちょっと遠くなるかなと思ったけど一瞬。よし、あとはこれをゴロミに見せれば。あっとんかな？なんか素材だけ無駄に消費したとかじゃないよね。ショックすぎる、それ。よっ。どう？私の傑作は？どうすか？悪くないね。かっこいいど。かっこいいかどうかはよくわからんけど、なんか名前だけはかっこいい気がする。まあ、あたいらのメダルを使ったんだ。すげえ武器になって当然だけどな。うんうん。よく言うぜ。他のキャラのもいっぱいあったね。どうする？まあ、今回はこの武器に免じて許してやるか。お。そのことで君たちに、仁平君から話があるそうだよ。え？いや、ピンときてないけど本人。仁平君、謝罪かなんかやろ。思っているだけじゃ伝わらないこともあるんだ。彼らのことをどう思っているのか、自分の口から言ってみたらどうかな。みんなが思ってるような言葉じゃなかったら、なんかありえそうじゃない仁平なら。いや、いいことを言ってくれるか。ミケッティオは面白いやつだし、アースウォーカーはすげえ強い。こいつ。いや、まだ続きが。兄貴。でもさ、やっぱ俺、お前らのことも好きなんだよな。バケーラと一緒に食う飯はうまいし、一緒にご飯食べよんや。ゴロミの話は笑えるしさ。なんかそういうね、ブルポンの言うこと聞いてると、なんだかんだうまくいくしな。仁平、ミケッティオさえいればいいとか、そういうのは絶対にない。だからさ、これからもよろしく頼むな。楽しいって言ったけど、正直ミケッティオとおっても楽しそうではないもんな。調子のいいことばっかり言いやがって。あれ、もしかしてゴロミちゃん感動して泣いちゃってる？泣いてねえ。ほら、ミケッティオと友達になんだろ。さっさと呼び出せよ。あれで呼び出すと読むのか。いいのか。まあ、しょうがないね。これ今回のこのクエストでミケッティオと友達になれるの？そんなあっさり行く？パーティーやろうぜミケッティオ。なんなんそれが呼び出す時の言葉なん？全く同じこと言えるけど。ん、来た来た。友達なってくれるよなミケッティオ。しつこいやつだな。みんなの会話は聞こえてるの？聞こえてなかったら、なんかね、毎回、突然じゃない？別に構わねえぞ。もう構わんのや。ほんとか？やったぜ！お前、俺が嘘ついてて隙を見て殺すとは考えねえのか？そんなのその時になってみないとわかんねえ。その時っていうのはもう殺される時ってことよね。けど、お前はそんなことしない。わかるんだ。しそうやけどね。ふん。後で後悔しても知らねえからな。最強妖怪みたいな言われよってん。まあ、ちょっとぐらいなら、友達ごっこにも付き合ってやら。どういう心境の変化ですか？よっしゃー！この短時間で。何はともあれ、丸く収まったって感じかな。打ち切られたって感じかな。なんかすっごい強引な気もするけど。うんうん。さすが兄貴っす。まあさすがか。他の人やったらいかんかったかもしれんね、こんなん。クエスト、猫妖怪たちのアイデンティティ、バッチリ解決。お、これでプラチナ金也くん人形が。お、まだ何か作戦を立てているのかい？新しいヒーローが2体もね。ワンインブラックも TJG も失ってしまいました。もういつ敵が攻め込んできてもおかしくない状態です。もうこっち側の味方になったけん、メダルガシガシ使いよるけんね、アメリカン。せっかく他の国の偉い人を操って、日本を孤立させようと思ったのに。あ、なるほどね。操ったんか。でも、じゃなかったら承認されるよね。しょうがないよね。どうなさるおつもりですか、エルナ様。これよりキラ星共和国は過激路線に方針転換しまーす。過激路線？日本以外の国は武力でどうとでもなるし、サクッと制圧しちゃうとして。簡単に言うな。さあ、しのぶくん、新しいパーティーの始まりよ。また変身するの？名前忘れたけど。なになんか UFO 現れた？地震があったっつうのはこの辺りか。お、地震か。てか学園内で地震起きてさ。ねえ、あれを見て。そんな、何？起こってない場所とかあるん？逆に。学園全体が揺れん？普通。だっていろんなエリアあるけど、全エリア、敷地内やろ？要は。ヘルゼメキア。あ、そうそう、エルゼメキアね。今度は何を企んでいる？キラ星共和国は過激路線で行くことにしたの。今頃日本以外の世界中の国々は UFO たんに制圧されちゃってる頃かな。それって UFO の大軍勢が地球を襲ってるってこと？おのれ！っていうか、そろそろ決着つけないと私的にもまずいんだよね。お、それはマゼラ様的な。というわけで、舞台は用意してあげたわ。皆様、こちらをご覧ください。この遺跡？なになんか破壊し、なにー？可愛くなった。エルナの新しいすごいファンシーな感じになったんですけど。いわゆる、地下迷宮ってやつね。ディズニーとかにありそう、なんか。いつもオールワールドのとかこんな感じじゃない？この場所完全にノーマークだったから好きなようにいじっちゃった。一番奥であなたたちが来るの待ってるね。面白いじゃん。テーマソング、足を洗って待ってろよ。キラ星共和国のテーマソング、国家的な。兄貴、それを言うなら首っす。その威勢いつまで続くかしらね。では皆さん、ごきげんよう。今度こそ決着がつくんかな、エルゼメキアと。まさか他の国が襲われるなんて。まあでも日本に固執する理由もよくわからんよね。敵さんもついに本腰を入れてきたってわけか。うんうん。あいつらの好きにさせるか。兄貴、行きましょう。おお、待て。何？敵の挑発に乗ってこのまま突入するのは危険だ。一度体勢を立て直した方がいい。私もやることがある。何？今日か。そうだね。もしかしたらこの先罠だらけかもしんないし。へえ、それは。なら準備が整い次第改めて集合しましょう。わかった。じゃあ会長、また後でな。みんなおのおの。何の準備？パソコンを使って。よし、この部隊編成ならば UFO の襲撃にもしばらくは耐えられる。何我々がキラボシラビリンスを攻略中に敵が攻めてくる可能性もあるからな。念には念を入れておかなければ。なんかシミュレーション的なことしようかな。そんなせこいことしないんですけど。来たー。あま見えるな。普通に入ってこれるんやね。そんな歪んだ顔したらファンが減っちゃうよ。ファンおるんかな。何をしに来た。今度は私を人質にでも取るつもりか。おるんか。キュービはなんかいつも女の子に囲まれてるイメージやけど、こっちないんやけど。ふざけているのか。そんな怖い顔しないでよ。今日は話を、というか提案をしに来ただけ。何？取引？マジ話するとさ、私もなんだかんだ言って無益な殺生とかしたくないわけ。今さら？なんだと？今さら全然信じられない。お前たちが何を今さら。今さらすぎるよ。やっぱそう思っちゃう。殺しまくってるじゃねえか。でもさ、犠牲は少ない方がいいでしょ。そりゃね、っていうかゼロであってほしいよ。だからあなたにはこの地球のために死んでもらいたいの。いや他を守るために一人に死ねって。何？私が死ぬことがなぜ地球のためなのだ。この宇宙の運命はマゼラ様が握ってる。それは変えようがない事実。厄介な気がするけど、地球が選べる道は消滅か奴隷か、そのどっちかしかない。いやマゼラに勝つという消滅を避けるためには、あなたのような反逆を象徴するリーダーがいると困るの。ここがおらんくなってもマゼラ様の機嫌を損ねちゃうからね。だから、地球が助かるのはあなたが死んで降伏するしかないってこと。その気があるなら公開処刑でも何でも私がお膳立てしてあげるからさ。てか勝手にここがさ、リーダーみたいになって降伏されても地球的にも歯じゃない。誰やねんお前やし。認めない。え？星の運命を決めるものなど断じて認めん。絶対にお前たちを倒す。なんでそこまで抵抗するの？地球を救いたくないの？マゼラの奴隷になることが人類にとっての幸福だというのか。全てを奪ったお前たちへの怒りを私は決して忘れない。決してだ。必ずお前たちを駆逐し、地球を平和に導いてみせる。いいぞその息。そう、決意は固いみたいね。ならキラボシラビリンスで殺してあげる。そこで決着をつけましょう。お、ついに本人登場しそうな感じやね。これは今度は UFO とか分かってくれると思ったのに。4番目やろ、ワンちゃんとか。残念だわ。分からんやろ、地球のために死んでって言われてもね。あの顔、一体何だというのだ。因縁の超決戦、キラボシラビリンス。おっしゃ、みんな準備はいいか。キリボシバイキングに突入だぜ。キラボシラビリンスだよ、仁平くん。万が一に備え、私たちが突入後の Y 学園の警備体制を整えておいた。なるほど。あ、でもなんかすぐに UFO が襲ってきても、それで持ちこたえるわけだね。一応さすがだな会長。これで思う存分暴れられる。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今度こそエルゼムキアとの直接対決ぽい感じがするけん。やばいね。やっつけれるかな。すごいドキドキするけど頑張っていこう。